この大日本帝国海軍の歴史は、日本の海軍史における大日本帝国海軍の歴史に焦点を当てたものである。日本の近代的海軍は幕末に始まった。1853年、ペリーが来航し開国を求めると、江戸幕府は解剖の強化に乗り出した。その一環として、オランダに蒸気軍艦を発注するとともに、 1855年には長崎海軍伝習所を設立し、海軍士官養成を開始した。海軍伝習所は幕府伝習生以外に諸藩の伝習生の受け入れも行ったため、幕府海軍だけでなく有力諸藩も海軍を整備した。幕府は64隻、諸藩合計で127隻の洋式艦船を取得していたとの最近の研究がある。 幕府が設立した長崎製鉄所は三菱重工業長崎造船所へ、横須賀造船所は横須賀海軍交渉へと発展し、その後の海軍の発展に大きく寄与していく。幕府、各藩もに所有したのは輸送船が中心で陸兵の輸送を主任務としていたが、幕府海軍は富士山丸や海洋丸といった本格的な軍艦も所有していた。戊辰戦争では、阿波沖海戦、 寺泊沖海戦、宮古湾海戦、函館湾海戦が発生している。なお、幕末の日本の軍事力の強化を見た清則交渉は、1864年の段階で清が自供に成功しなければ、日本は西洋に習って中国侵略に参加することになるだろう、と、日本が将来清志の脅威となる可能性に言及していたが、 これは1895年の日清戦争で現実のものとなった。中、明治5年12月2日の改暦実施以前の日付については、現在の西暦に換算して記載する。 函館湾海戦の図台日本帝国海軍創設時の主力艦東艦海軍兵学校生徒艦1868年1月3日に王政復古の大号令が発せられ明治新政府が樹立されたが新政府は自前の軍艦を保有していなかった同年4月18日に大阪の天保山沖で実施された最初の艦艦式に参加したのは各藩が保有する艦艇であった 新政府の最初の官邸は、5月3日に幕府から引き渡された4隻である。新政府は江戸攻撃を中止する条件として、幕府海軍の全官邸の引き渡しを要求したが、幕府海軍副総裁の江本武明はこれに大ず4隻のみを引き渡し、自身は8隻を引いて脱走し箱館に江戸共和国を樹立していた。 新政府の海軍力はエゾ共和国より劣るものであったため、翌1869年3月15日に新政府は米国が幕府への引き渡しを拒否していた総甲艦ストーンウォールを購入した。木の江鉄を機関とした新政府艦隊は同年5月20日から6月20日の函館湾海戦に勝利した。 箱館湾海戦に参加した新政府の艦艇は6隻であったが、政府保有艦は2隻のみで、残り4隻は反所有のものを借り上げたものであった。新政権樹立同日に三式が置かれたが、2月10日に三式、七日の一つして海陸軍事務課が設立された。その後何度も艦艇の変更が行われたため、海軍もその影響を受けている。 6月11日に七川は七官となり、海陸軍事務課は軍務官と名称変更、その下に海軍局が置かれた。1869年8月15日には二官六省の姓が制定され、兵部省の下に海軍掛けが置かれた。1871年、海軍掛けは海軍部と解消される。 1872年4月4日に兵部省を廃し、一日海軍省が置かれた。なお、陸軍よりは遅れたが、1886年に参謀本部海軍部が設置され、軍政と軍令が分離されている。永州城を攻撃する運用の兵士ら海軍軍人養成機関として1869年には海軍総連署が設立され、 1870年10月26日には海軍の兵式をイギリス式とすることが決定された。1872年7月にはイギリスからアーチボルド・ルシアス・ダグラスを団長とするダグラス教官団が来日、本格的な教育が開始されている。1873年1月9日、明治天皇が兵学寮に赴き感染整列を越し、 海軍はじめと定められる。海軍兵学寮は1876年に海軍兵学校と改称された。1878年に海軍兵学校付属機関学校が設置され1881年に海軍機関学校と解消。1888年には上級士官の教育機関である海軍大学校が設立された。 1871年4月6日、海軍は志願兵制を採用したが、1872年12月28日に徴兵令に制定された。函館政権との改戦を除くと、帝国海軍初の実戦は1874年2月に勃発した佐賀の乱で、陸兵の輸送だけではなく海兵隊も佐賀城選挙に参加している。 同年5月には台湾出兵が行われるが、艦艇7隻が参加した。1875年の9月の高加島事件は海軍が主に参戦した事件だった。 台湾出兵、高架党事件に際して清は積極的な対応を行わなかったが、二隻の総甲艦と竜城を保有する帝国海軍が新国海軍の戦力を上回っているとキヨが判断したためで、清氏が海軍力増強を開始するきっかけとなった。1877年の西南戦争では薩摩軍背後への上陸作戦、鹿児島への上陸占領や艦砲射撃を実施した。 明治初期の主力艦の不装ベルタン設計の松島ベルタン設計の第5号型水雷艇1870年5月30日、兵部大夫であった前原一世が第2海軍を創立すべきの儀を提出し海軍の拡張を訴えたが、新政府の財政事情では実現不可能なものであった。その後、各藩が所有していた艦艇が編入されたものの、 海軍省設立の1872年時点で軍艦14隻、輸送船3隻、総排水量13,832トンに過ぎなかった。海軍省は翌1873年に軍備増強計画を提出したが、陸軍の整備が優先されたため、これも実現しなかった。1873年、 帝国海軍初の国産軍艦である正規が横須賀造船所で寄港され、1876年に竣工した。国内の造船所では1000トン程度の艦艇の建造がせいぜいであったため、1875年には海軍大臣河村住吉の発案が採用され、イギリスに装甲艦付装及び混合型コルベット2隻が発注された。 これら3隻は1878年に収益し、初期の帝国海軍の主力艦となった。3隻の設計から日本海港までエドワード・ジェームス・リードに一任され、献艦,艦費用は3隻合計で312万円であったが、1875年の海軍費用352万円の9割近くに相当した。 しかし、増強を続ける新国海軍が1885年に庭園急戦艦2隻を収益させると、清国に対する海軍力の優越性は失われてしまった。他方、1883年から大型装甲艦の建造を含む帝国海軍初の長期軍閣計画が開始されていたが方針が固まらず、防護巡洋艦3隻2隻とうねび。 うねびは開港中に行方不明となったため、代官として千代田を建造が発注されたにとどまっていた。1886年にはフランスから招兵された著名な造船技師であるルイ・エミール・ベルタンが本国で採用されていた青年学派思想の採用を進言し、これが受け入れられた。 ベルタンは大型装甲艦の優先順位を落とし、4000トン級の解剖艦4隻及び水雷艇の量産を優先することとした。実際には解剖艦の使用決定に時間を要したため、小型巡洋艦高尾や通報艦八重山が先行して着工された。解剖艦は32センチメートル砲を一門搭載した松島型防護巡洋艦として実現した。 1>, 1番艦松島及び2番艦五福島はフランスに発注されたが、3番艦の橋立は大型艦建造の経験のために横須賀造船所で建造された。松島型は先進的すぎる面があったこともあり戦力化まで時間がかかり、このため4番艦はキャンセルされ、やや小型の秋津島が建造された。 ベルタンが1890年に帰国すると、イギリスに防護巡洋艦ヨシノが発注された。日清戦争は、これらの艦艇で戦うことになるも横須賀で建造されたが、日清戦争には間に合わず。心臓艦の多くには開発されたばかりのアームストロング射精速射砲を搭載されていた。 なお、松島型の性能に満足しなかった海軍は本格的総甲艦の保有を望んだが議会がなかなか承諾せず、明治天皇の建官招直によって1893年にようやく予算が通りイギリスに藤型戦艦2隻が発注されたが、収益は1897年で日清戦争には間に合わなかった。 1882年、機関不走以下11隻の軍艦で初の常設艦隊である中艦隊を編成。1885年には固有名称を有する常備小艦隊に再編成され、1889年には常備艦隊へと改編された。 日清戦争前の1894年には旧式艦や小型艦からなる最開艦隊が編成され、常備艦隊と最開艦隊を合わせた連合艦隊が設立された。また、艦隊の根拠地として陳府が設置された。まず1876年に東海陳府が横浜に仮設され、1884年には横須賀に移転、横須賀陳府となった。 1889年にクレチンジュフとサセボチンジュフ、1901年にはマイズルチンジュフが設立された。チンジュフの直轄組織として造船所を主体とした軍需工場である海軍工廠が置かれた。1893年に来日したフランツフェルディナントによると、当時の日本海軍保有の軍艦は55隻、総トン数55,053。 総馬力79,694、大砲総数439、総兵員数6,915を数えた。1894年に発生した交互農民戦争の鎮圧のために朝鮮政府は寄与に出兵を要請したが、天身条約に基づき日本も6月2日に出兵を決定、6月5日には大本営が設置された。 陸軍は直ちに混成第9旅団を編成し、6月16日にはその半数の4000人を二川上陸させるなど、すでに戦争への準備が整っていた。対する海軍は準備不足であり、松島型3番艦の橋立ては6月26日収益したばかりであり、2番艦五福島も修理が必要な状態であった。 主力艦艇は6月末に佐世保に集結したが、この時点では戦闘方針も定まっていなかった。このため佐世保沖で連日艦隊運動訓練と模擬回線が行われ、坪井構造少将の主張する単純人を戦闘方針とすることが定められた。 この間の7月19日には連合艦隊が編成され、伊藤友好中将が初代連合艦隊司令長官に任命された。7月23日、連合艦隊は佐世保を出港、朝鮮方面へと向かった。 詳細は、法東沖海戦、お参照日本政府は新国政府に対して7月19日に5日間の猶予付き最後通牒を送っており、その回答期限が切れた7月25日には両国は実質的に戦争状態にあった。坪井少将が率いる連合艦隊の第一遊撃部隊、秋津島、何は、は新川沖の豊島付近を偵察していたが、新国海軍の再演、高津と遭遇。 高を機海戦が発生した。日本側が再園に砲撃を集中すると、損害を受けた再園は戦場から逃走した。このため広津が集中攻撃を受けたが、広津は陸近くに格座、上院は脱出した。日本側の被害はほとんどなかった。その後、砲艦ミサイルに護衛された英国国籍の高昌号が戦場に到着した。 ミサイは秋津島が打歩。交渉号は新国陸軍兵士約1100名を輸送中であったが何和がこれを臨検し、随行することを命じた。英国人船長はこれに応じたが、新国兵はこれを拒否。このため何和艦長東郷平八郎大佐はこれを撃沈した。 戦線布告前に英国船が撃沈されたことで英国世論は一旦は降下したが、後に国際法的に問題ないことが判明し沈静化した。詳細は、公開海,海戦、お参照大本営の作戦大方針では、海軍が寄与の北洋艦隊総統と聖会権掌握を担うとされていた。北洋艦隊司令長官の長女賞は決戦を望んでいたが、 直令総督理交渉は北洋艦隊に勝ち目はないと考え、三島半島の頂点と横緑江口を結ぶ線から東方への出撃を禁止していた。しかし、主戦派の沖などは党がこの方針を批判、出撃を強要し高所亭もこれに同意した。9月16日、北洋艦隊は陸兵輸送の護衛のため大連湾を出港。 この情報を得た連合艦隊も朝鮮半島最西端の仮白地を出港した。連合艦隊は、坪井少将が率いる快速の防護巡洋艦4隻からなる第一遊撃隊、秋津島、何和と伊藤中将が直卒する本隊に分かれていた。本隊はベルタン設計の4隻と旧式の装甲艦2隻から構成されていた。 加えて、か山助ま軍令部長を乗せた最強丸と朝海面偵察担当の赤木が随伴していた。翌17日10時ろに連合艦隊は北洋艦隊を発見、午後1時ごろから戦闘が開始された。連合艦隊は第一遊撃隊、本隊の順にそれぞれ単獣陣を構成し、10隻中6隻が中高計測射砲を装備し、 8インチ以上の大口径砲は合計11門、中口径通常砲が合計16門であった。対する北洋艦隊は庭園、鎮園を中央に10隻が王仁を敷き、8インチ以上の大口径砲は合計24門と連合艦隊を上回っていたが、中口径速射砲は装備しておらず、中口径通常砲も合計28門に過ぎなかった。 北洋艦隊は日本艦隊を正面に見つつ砲撃、機械を捉えて昇格攻撃を実施する作戦であった。先行する遊撃隊は7ノット程度で航行する北洋艦隊の西側をその倍の速度で北上、時計回りに東に進路を変えつつ、右翼の上げ及び潮優に攻撃を集中した。多数の命中弾を受けた潮優は沈没、容易も大破、座礁した。 遊撃隊は北東方向にあった北洋艦隊別動隊を牽制するために左に転進し北上、再び左に転進して西に向かった後に本隊に合流するべく左に転進して南下した。後続する本隊は、10ノット程度の速度を保ちつつ砲撃を続け、そのまま時計回りに敵の背後に回る。 この間に長女賞は負傷し、また期間、庭園の信号マストが折れたため、それ以降北洋艦隊は艦隊行動が取れず、各艦が個別に戦闘することとなった。遊撃部隊は本隊から離れてしまった比叡と赤城を救援するために反転北上し、さらに西に転身して北洋艦隊の周りを反時計回り周回しつつ砲撃を行ったため、 北洋艦隊は本体、遊撃部隊から十字砲火を受ける形となった。北洋艦隊最左翼にあったサイエント高校は戦場から逃走。このため最左翼となったチエンは猛射を受けて大損害を受けながらも、昇格攻撃のため吉野に突撃を敢行したが沈没した。 残った山隻の巡洋艦は戦場から離脱を試みるが、遊撃隊はこれを追跡、敬遠を撃沈した。他方、本隊は残った庭園、鎮園への攻撃を続けるが、厚い装甲に守られた領艦は沈まず、逆に鎮園の30.5センチメートル砲弾が松島に命中、松島は機関機能を損失した。 このため機関を橋立てに移したが、この間に停園・鎮園は戦場から離脱した。速射砲の威力は大きく、北洋艦隊は記録のある5隻だけでも被弾数729発、対する連合艦隊は遊撃隊4隻、26発、本隊6隻、66発で、意図せず戦闘に巻き込まれた赤木が30発、最強丸が12発の合計134発に過ぎなかった。 自陳した、庭園、詳細は、異界への戦い、お参照公開海戦に敗北した北洋艦隊は異界へに立てこもったため、陸海共同での攻略作戦が取られた。伊藤司令長官は、陸軍が異界へを攻撃すれば北洋艦隊は脱出を試みると予測し、連合艦隊を異界へ沖に待機させた。 1895年1月30日に異界栄東岩の砲台は占領されたが、北洋艦隊は港内に止まり、艦砲射撃で陸軍を攻撃した。このため、水雷艇による野襲が行われることとなった。港内の敵艦を水雷艇で攻撃するという作戦は史上初のことであり、イギリス、アメリカ、フランス、ロシアが艦船艦艇を派遣した。 2月5日未明、異界 A1 内へ日本海軍の水雷艇10隻が侵入、魚雷を発射できたのは4隻のみであったが機関庭園を大破させ、翌日には5隻が突入式園、練習会員園頭3隻を撃沈した。9日には陸上からの砲撃により安志島が爆沈、12日に長女賞は自決、北洋艦隊は降伏した。 六六艦隊計画で建造された戦艦三笠詳細は、六六艦隊計画、を参照日清戦争には勝利したものの、三国艦賞に屈したことは日本の国力の不足を痛感させるものであった。1896年に海軍大臣に再任した西郷嗣道は、同年に戦艦4隻、装甲巡洋艦4隻を中心とする海軍拡張計画を提案。 議会の承認を得た翌年には総攻巡洋艦2隻が追加され、すでに建造中であった藤型戦艦2隻を合わせて、戦艦6隻、総攻巡洋艦6隻からなる66艦隊が実現することとなった。 1896年度より1905年度までの10カ年計画、予算総額2億1310万円という莫大なもので、全軍事費3億1324万円の7割弱が海軍に回された。この計画で収益したのは、四季島型戦艦4隻、装甲巡洋艦6隻に加え、防護巡洋艦6隻、通報艦1隻、砲艦3隻、 駆逐艦23隻、水雷艇63隻であった。戦艦は全てイギリス製、装甲巡洋艦も全て外国製であったが、防護巡洋艦のうち3隻は国産であった。また駆逐艦は新しい艦種であったこともあり16隻がイギリス製であった。 大型艦艇にはバーストラウド射製の即距技が搭載されており、即敵板・照準望遠鏡と合わせて使用することにより正確な射撃が可能となった。1904年12月20日には、連合艦隊艦砲射撃共犯が出されている。 創薬には日清戦争時の黒色火薬に変えて英国製の無塩火薬が使用され、作薬は純水ピクリン酸である下瀬火薬、新艦は鋭便内住院新艦が採用された。また、日清戦争直後にマルコーニが実用的な無線通信を発明すると、海軍はこれに興味を持って研究を進め、1901年にはミヨン式無線機、 1903年には三六式無線機を採用して大型艦から順次搭載を開始し、日本海海戦時には駆逐艦以上の全艦艇に搭載されていた。1903年12月28日には常備艦隊が解散され、戦艦6隻を中心とした第一艦隊と装甲巡洋艦6隻を中心とした第二艦隊、これらを統合する連合艦隊が編成された。 連合艦隊司令長官には東郷平八郎中将が任命された。さらに日清戦争時の主力艦からなる第三艦隊も1904年3月には連合艦隊に編入された。日本海軍の駆逐艦以上の総兵力は合計50隻、総トン数23万3000トンであった。 対するロシア太平洋艦隊は合計57隻19万3000トンであり、主力は旅順の戦艦7隻及び装甲巡洋艦1隻、ウラジオストクの装甲巡洋艦3隻であった。ただし、戦艦のうち2隻は25.4センチメートル搭載艦であり、残る5隻の30.5センチメートル搭載艦も四季島型戦艦より2000、3000トン小型であった。 また、ウラジオストクの装甲巡洋艦は日本海軍のものより大型ではあったが、4門の2 0 3トル手法は砲塔ではなく砲角に搭載されていた。自爆するコ古エツ詳細は、人戦沖海戦及び旅順航攻撃、お参照日本は1904年2月6日にロシア側へ国交断交を通知し、 同日佐世保から両順と二川のロシア艦艇攻撃のために連合艦隊が出撃した。二川のロシア艦艇攻撃は第四戦隊司令官ウリュ外基地少将励下の防護巡洋艦4隻と臨時に加えられた装甲巡洋艦2隻を中心とした部隊が担当した。 二川にいたロシア艦艇は防護巡洋艦バリアーグと公用包艦コレーエーツであったが、二月8日、ウリュウ少将はロシア艦艇に対して二月9日正午までの出港を要求した。ロシア側がこれを受け入れ出港したため、12時20分から戦闘が開始された。戦力的に圧倒的に不利なロシア側は損害を受け始めると二川港に戻り、 古エツは自爆、バリアーグも自沈した。ら来で沈むペトロパブロフスク連合艦隊本隊は旅順に向かい、2月8日夜間から駆逐艦10隻が校内に侵入、9日早朝に魚雷攻撃を実施し戦艦2隻、防護巡洋艦1隻に損害を与えた。2月14日早朝にも駆逐艦の夜襲が行われたが戦火不明であった。 このため、2月24日に閉塞戦5隻による第1回目の旅順港閉塞作戦を実施するが効果は不十分であった。野襲を許したスタルク中将は罷免され、マカロフ中将がロシア太平洋艦隊司令長官に任命され、3月6日に着任した。マカロフは積極的に艦艇を出撃させ、3月10日に郊外で海戦が発生、双方に損害が出た。 3月22日未明から連合艦隊の戦艦2隻が港内に向かって間接射撃を行うと、ロシア艦隊主力が出撃してきたため、日本側は退却した。3月27日に閉塞戦4隻による第2回閉塞作戦が実施されるが、これも失敗した。4月12日夜、 日本側は旅順郊外に機雷を敷設、では重藤第三戦隊司令官が指揮する部隊がおとりとなってロシア艦隊主力を誘い出した。第一戦隊が救援に到着するとロシア艦隊は反転したが、この際に戦艦ペトロパブロフスク、戦艦ポベーダが共に触雷、ペトロパブロフスクは砲弾と魚雷の誘爆に加えてボイラーが爆発したことにより沈没し、座上のマカロフ中将も戦死した。 5月2日の夜には閉塞船12隻を投入した第3回旅巡航閉塞作戦が実施されたが失敗した。5月5日からロシア側も機雷布設を開始し、15日にヤシマとハツセが食らい沈没、同日にヨシノがカスガに衝突されて沈没した。その前後にも3隻が食らい沈没、2隻が事故で失われた。 また、2月末頃からウラジオストク巡洋艦隊が活動を始め、3月以降は第2艦隊を大祖の対応に咲かねばならなくなっていた。なお、沈没したヤシマ初ハツセに代わり、建造中にアルゼンチン海軍から急遽買い取ったカスガ型装甲巡洋艦2隻が第1艦隊第1戦隊に編入された。結局、 海上からの攻撃のみでは旅順艦隊の撃滅は無理と判断した海軍は陸軍に協力を依頼し、第三軍が旅順要塞攻略を担当することとなった。詳細は、航海海戦及び、ウルサン沖海,海戦、おョー・マカロフの公認となったビリゲリムビトゲフト少将は艦隊温存策を取ったが、第三軍が旅順に迫ると陸上からの砲撃で艦艇に被害が出始めた。 このためビトゲフトは旅順艦隊をウラジオストクに開港することを決定、8月10日に出港した。6月23日にも旅順艦隊は出撃していたが、連合艦隊に遭遇するとすぐに旅順に引き返していた。このため、連合艦隊は旅順艦隊が十分おきに出るまで待ち13時10分から攻撃を開始した。 東郷が直訴する第一戦隊は敵主力戦艦隊の前面を横切る定時戦法を試みたが、遠距離からの砲戦となったため命中弾は少なく、また旅順艦隊が引き返すことを警戒しすぎたこともあり、ウラジオストクへの脱出を目指す旅順艦隊に一旦は逃げられてしまった。 速度に勝る連合艦隊はこれを追撃したが、旅順艦隊を捕捉、砲撃を再開できたのは17時30分になってからであった。18時40分、機関テサレービチの環境に2発の砲弾が直撃しビトゲフトが戦し、ダッシュも倒れたテサレービチは左に急旋回したため、旅順艦隊は統一した艦隊行動を取れなくなり試算した。 連合艦隊は試算しながら南下する旅順艦隊を攻撃し夜間には水雷攻撃を行ったがこれは失敗した。その後テサレービチはドイツ領の高州湾咀嚼地に逃げ込み、残り5隻の戦艦は何とか旅順に帰還した。旅順では各艦の損害を修復することができず、艦隊としての戦闘能力は失われた。 しかし日本側はこれを察知できず、旅順陥落まで沖合で監視行動を続けた。旅順艦隊出撃を知ったウラジオストク巡洋艦隊は旅順艦隊を援護すべく出撃したが、8月14日に第二艦隊にウルサン沖で捕捉され撃破された。 詳細は、日本海海戦、お参照帝国海軍は、日露戦争の海戦1ヶ月前の1904年1月に、小笠原調整少佐を海軍軍令部参謀に干し、日露海戦士の編参主務者とした。 1903年9月から1909年11月まで海軍軍令部次長を務めた伊集院五郎中将が、自らが日清戦争の後に、明治27、8年開戦し、の編参主務者を務めた際に多くの困難にあった経験に照らし、日露開戦前に戦士編参準備を始めたもの。 移住員が小笠原を編纂主務者に選んだのは、明治27、8年開戦し、の編纂過程で主務者の移住員を助けての働きを高く評価したため。1905年3月、海軍軍令部長の伊藤友好大将は、海軍大臣の山本権の表へ大将に、日露海戦士の編纂方針を提出し、海軍大臣の了承を得た。 この方針の骨子は、編纂期間を5年とする編纂委員会を設置することなく、海軍軍令部第4班長が編纂に当たる、であるが、この基本方針を策定し、編纂責任者たる海軍軍令部第4班長の下で編纂主務者となったのは小笠原4月に中佐に進級、であった。 小笠原らは1905年12月から極秘明治30万78年開戦し、の編参を開始し、1911年に完成させた。極秘開戦し、は海軍部内限りの図書であり、所定の部隊、艦が、学校などに配布されたが、1945年の敗戦時にすべて焼却された。 明治天皇に献上された人揃いの実が処分されずに現存し、防衛省防衛研究所選手部に千代田文庫として保管されており、一般の閲覧も可能である。アジア歴史資料センターでインターネットを通じて閲覧可能。極秘海戦史をもとに、小笠原らによって明治30万78年海戦史が編纂された。 明治30万78年開戦し、は、1909年に春陽堂から四巻本として交換され、日露戦争30周年の1934年に内閣印刷局徴用会から、イム衛製編を除き、二巻本に再編集して再刊された。なお、 海軍軍令部は、明治30万78年海戦しから日本海海戦に関する部分を要約して、同じく1934年に内閣印刷局徴用会から日本海大海戦士として刊行した。帝国海軍は、春陽堂から明治42年に刊行された、明治30万78年海戦しお当時のロシア帝国海軍に寄贈した。 ロシア帝国海軍軍令部では同書を資料に含め、日露戦争の海戦史を編纂した。これを入手した海軍軍令部は、和訳して1904、5年路日海戦史を作成し、海軍部内資料とした。明治30万78年海戦史は、平間洋一が解大を付して、2004年に不要処房出版から三冠本として再刊された。 これは、明治42年の春陽銅版から、イム衛星編を除いたものを定本としている。1 9百4 5年土日開戦誌も、平間洋一が開題を付して、2004年に不要処房出版から二巻本として再刊された。ありがとうございます。